ミルクセーキのミルクセーキ大作戦。はい、始まりましたミルクセーキ大作戦。そう、長崎名物のミルクセーキは飲み物じゃなくて、せーの、食べ物です。はい、この番組はレインボー FM77.1MHz FM 諫早スタジオからお送りしております。そう、そんなミルクセーキみたいに地元の皆さんに愛されながら全国へ情報を発信していき、料理との思いで活動している私たちミルクセーキがこの番組をお送りしています。ミルクセーキのキラコこと南キラと、あゆと、ギーリオこと木更木リオと、サッチーことおともサチと、ハナミンこと花瀬ミクの5人がお送りしてます。せーの、はじまるかい。始まりました、ミルクセーキ大作戦。よいしょー。今日は朝からカツカレー食べたのでとても眠いです。いや関係なくない、食べたから眠いってな。まあ、あのキラもね、今日ねチキン南蛮丼食べた。食べてたじゃないですか。みんなさ、あの朝からさ、あの体にゴンってくるもの食いすぎないよ。私もチャーシュー丼。チャーシュー丼やば、もう油分油分、油分油分やばい、すげえな、マジで。そんな感じです。みんなは何食べましたか？フルーツ。よちゃんフルーツ。健康志向ね。健康志向です。はい、というわけでこれからの皆さん、ぜひぜひ皆さんからのリクエストやメッセージなどなどいっぱい送ってほしいです。メッセージはファックス 0957-27-0840 27-0840。メールアドレスはにじ@771fm.co.jp nyji@771fm.co.jp FM 諫早のホームページアプリからも受け付けておりますので送ってください。待ってます。それではここで聞いてください。ミルクセーキでジャスト・オブ・アス。一周回ってきたので、あゆちゃんになります。あゆちゃん前回どんなんだったっけ？じゃがりこだったらしい。じゃがりこ、じゃがりこじゃないか、じゃがりこポテトサラダか、こういうじゃがりこを言うな。え、もうさ、何ヶ月前ぐらいだろうね。5ヶ月前か、5ヶ月やってるからね。変わってる、ちゃんと。
でも普通にあればそれ食べるけど、なんか売ってないからなんだよってなって終了したんか。なんかブームいろいろコロコロ変わるから、そのちょっとあとアンパンマン組だったけど、あそうやね、なんかそう、でも家にあったら4歳児たちと喧嘩になるから食べるのやめたし、で今は普通にツムツムはでもずっとしてる、食べ物じゃないけどツムツムしてる。もうリオあやちゃん戦うの諦めたもんね。リオがいなくなったから私は1位なのずっと。よし、しもうしない、もうしないよじゃん。しかもなんかめっちゃレベルも上がったし、なんかビンゴカードみたいなやつもめっちゃ進んで、ツムがいっぱい集まってる今。そう、どんどん強くなっていくあやちゃんでございますけども、メインの前部分は何でございましょうか。私は自粛期間の間にずっとネットフリックスを見てて、うん、あの今までの人生で韓国ドラマ見たことなかったんだけど見始めてハマって、あの愛の不時着っていう、出た、いや知ってます、みんな言ってるじゃん、いやめっちゃ面白い、それを見てハマ、なんかみんなが面白いって言ってるから見出したらハマっちゃった、そう、なんか話が、うん、韓国のに住んでるお嬢様がいるんだけど、その人がパラグライダーっていう、うん、なんか空飛ぶやつ、あれをやってたら竜巻に巻き込まれて、あの北朝鮮のなんかその着陸したところが北朝鮮だったみたいな、で北朝鮮でおーおーみたいな言ってたら、北朝鮮の兵隊さんがなんかいて、おい何してるみたいなから始まり、その人にかくまってもらうんよ、うん、でそっからその人とあのラブストーリーが始まって、でその兵隊さんがそのお嬢様を韓国にちゃんと送り届けるためにずっと自分たちの仲間と一緒にかくまってみたいな感じでして送り届けるんよ、実際にちゃんとしたら、その後に韓国にやってきて、そっからまたちょっとラブストーリーがある、もう私はそれを見ながらずっと言ってる。え、コメディなの？全然全然。シリアスなの？普通にシリアス。あの、ま、真顔なドラマ。あ、真顔なドラマだけど、普通にラブストーリーもあってみたいな。ハラハラドキドキ系なんだ。あ、そうそうそう。すごいドラマが展開されるよね。そう、なんかもう、だってなんか一番最初の竜巻に巻き込まれるところからもうちょっと面白いね。そこは面白い。でもそこからマジで、なんかおーってなる。すごいな、韓国から北朝鮮まで飛んじゃえるんだな。そうそうそう、巻きがあれば。でも海外だったらパスポートとかないけん、普通の手段じゃ帰れない。そうだけ、なんかたまたまその着陸した時が竜巻で、なんか塀みたいなやつが壊れてて、なんか電流流れるみたいなやつが、それで入ったけど、戻る時は普通に生きてるわけじゃん、だからうわどうしようみたいな感じになりいいのみたいなのがあるんよ。そう、敵だからってことでしょ。そう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 、あ、そっか、そういうことか。なんかファンタジーじゃないけど、なんなんだろうね、難しいね。でもなんか普通に見てて思ったのは、女の子とかが普通になんかおしゃれ、うん、で可愛い、なんかそう可愛い、そう可愛いし綺麗だし、それも見てて楽しいし、なんかこのラブストーリーの感じが何が違うって言われたら分かんないけど、ちょっと日本とは違う感じの、なんて言うんだろう、分かんないけど、なんかキュンとギュンとくるギュンとくる、そう、それがハマって、で今そっから韓国ドラマにハマりそうになってて、なんか今なんか全部1話の最初の何十分を全部見てるみたいな感じだけど、なんかトッケビっていうやつと、っていうやつと他なんだっけ、バイバイママみたいなやつと、なんかいろんなのをどれがハマるかなっていうので今見てる期間でみたいな。でもなんかその時は見てた時自粛期間でめっちゃ暇でずっと家にいたからずっと見てたけど、今普通にもうバイト始まってるから全然見れなくて見てないでもハマってる。でもなんかアニメとかも前は本当に見なかったけど、あ、そうね、一時期あゆちゃんがアニメに開花した時があった。そうそうそう、なんかそこら辺からなんか苦手なやつもなんか見ようって思って見始めてるから、いろいろ見るようになった。まあいいこと、いいこと、成長です。あとなんかあるかな、ないんだよな。マジマジ、ツイツしかしてない今。あのドラマハマっとんのマジ意外と何も聞いてなかったけんさ、うん、そのさ、最近アニメ見よるのと、ツムツムと、アンパンマン組ぐらいしか、マジ知らんかったけん。ドラマずっと見てた。なんか韓国のそのやつは、なんか全部1話が1時間10分みたいな。全部バカ長くて、1話が、あ、長い長い長い。1話が1時間以上あるみたいな。長い長い。すごいね。でも飽きないんよ、見てみ、結構すぐ終わるよね、なんかね。そう、なんかあっという間だから、その時マジ生活習慣が狂ってて、もうそれを見て朝を迎えるみたいな。あー、そうそうそう、なんか止めれなくて、なんか
最後まで行っても、うん、最後の時にさ来週のなんか次回の予告みたいな あれ見たら見るってなっちゃった。めっちゃ分かる。私もそれでめっちゃ分かった。全部公開されとったら見たくなる。そうそう、もう全部なっとる件が最終話までってこと。そう、うん、全体配信中ならね、やめれるけどね、うん、やめれない。完結してたらダメだな、もう昼夜逆転パーティーだよ。でも今はもうちゃんと戻ってる。バイト始まって、もうだって今あの小学生みたいな生活してるよ。10時前には寝て、7時には起きてる。えぇ、ー、そう、なんでそんな生活できるん、逆に。すごいな。そう、今なんか10時からが本番だぞ。でもさ、テレビとか10時からが面白いじゃん、大体。だからテレビ見たいなって思うから、もうテレビの番組表を見ないようにした。だから気にもならないから、そう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 。もう帰ってきたらお風呂入ってご飯食べてつむつむして寝るみたいな。でも絶対つむつむは絶対、もうあのバスに移動中もしてるし、うん、そうこの間つむつむしてたら何降りるとこで乗り過ごす、うんうん、そうになってってなりながら、つむつむめーみたいな、ってなりながら乗り過ごさなかった、なかった。よかった、よかった。めっちゃ一人であたふた、あボタンどこみたいな。そうなってた。でもほんとつむつむは私の今の生きがいです。ずっとしてるよね。ずっとしてる、ずっとだよね。ずっとしてる。もうなんかバイトもこうついて、今までは早く着いてなんかコンビニフラッと行ったりとかしてたけど、うん、そんなんせずにすぐバイトの着替えるとこ行って、うん、着替えて後の時間ずっとつむつむ。できるだけたくさんつむつむしたい。そう、ガチ勢すぎて、なんか なんだっけ、ダイヤみたいなやつ、ルビーかがあって、うん、それをめっちゃ集めるのにハマりすぎて、うん、今これしてる人にしか分かんないけど120ぐらい今溜まってて。それすごいよね。そう、それがすごいんよ。1回のガチャはなんか、いや、ガチャとかじゃなくて、普通になんかレベルを 100% にしてあげたら1個もらえるみたいな、うん、であとはなんかビンゴカードっていうのがあって、それを進めたら3つもらえたり5つもらえたりとかで、それの積み重ねで。そうなんだ。なんかそのなんだっけ、ルビーで回すんじゃないんだ。違うね、竜なんて常に2個とかしかないよ。そう、ガチャガチャ、コインガチャガチャ、プレゼントってコインだよ。コインコイン、そうそうそう。でコインをルビーで買えるんだよね。いや、買えない買えない買えない。普通にルビーはマジで課金しないと買えない。そうなんだ。買うの何に使うの、ルビーは。なんかルビーハートになんか回復したりとか、そういう系で。もなんか使う使わないじゃなくて、数がいっぱいある私っていうのに。そう、見てみろ、数いっぱいある。別にそれを誰かに見せるわけでもないけど、自分でこうスムスムの画面開いた時に、あ、120あるわみたいな感じに。周りから見れないからね。そうそう。でもなんかこう強いツムとか使ってバスの中でツムツムするとき、ちょっと体からずらして後ろの席。絶対見てない。ツムツムマウントやめろ。絶対見てないのは分かってるんだけど。しかもその後ろの人がツムツムやっとるかも。見てもわからん。めっちゃ私早いからみたいな。この間も美容室行ったときに、なんか髪の毛染めてもらうときって待ってるじゃん、うん、その時間にツムツムしてて、こうやってずっとめっちゃ早くしてて、でもその時はちょっと、え、やばい、すごいじゃん、強いじゃんみたいな言われたくて、アイテム全部使ってしてたんだけど、うん、それで、あの、え、やばい、めっちゃ消すの早いじゃんって言われて、いや、まあ普通ですよみたいな。アイテム頼ってるから。マジなんかツムツムしてる時の私はマジで嫌なやつ。めっちゃマウントするし、こんくらい普通じゃないみたいな感じで言うし。今スコアどんぐらい出すの。スコア、え、開いていいですか。いいよ。どんぐらいが普通だったか忘れちゃった。普通にどんぐらいが相場なんだろう。結構、なんて言ったらいいかな、100万いったらすごいんだっけ。すごくない、すごく。私しょぼくって、私多分200、300いったら結構すごいね、300万点いったらすごいねみたいな。1000万いったら友達がいてすごいって思った時。1000万はすごい。あ、1000万はやばい。今は500万、うん、で最高が600万とかだった。あ、え、じゃあまだリオ勝てるわ。え、でも今週はあのアイテム使ってなくて500万でいった。あ、だからアイテム使ったら、そう、なんか1個めっちゃ強くしてレベルを、うん、レベルとスキルをで行くようになったから。え、マルドラ使ってる？まだ。いや、マルドラは今あの強くさせてない。あ、そうなんだ。そう、マルドラってやつはマジで強いんよ。でもそうそうそう、なんかマレフィセントのなんか進化バージョンみたいなやつがあって、うん、それはマジで強いけど、なんかコインあんま集まらんやんか。集まんない、集まんない。あ、コインを集めたい人なんよ。やけ、 あのジゼルっていうやつをめっちゃ強くしてる。ジゼル強いね。そう、私がやってる頃はコイン集めたかったらハチミツのプーさん使えだった。ハチプーね。ハチプーの時代。ハチプーかオイスター。ハチプーかオイスター。
いや、なんかさ、ほら、あのランキングでさ、うん、いつも1位に君臨してる人いるじゃん。いや、もうなんか、なんかゼロが数が違うよな。何やろな、そういう人。すごいよな、うん、でもなんか、ビンゴカードはマジで愛は全クリしたくて、だから検索履歴がずっとなんかミッションみたいなのがあるんですよ、うん、なんか黄色の爪を使ってコインを何百枚集めようみたいなやつとかがあって、うんうんうん、全部それをクリアするために調べてるから検索履歴が全部つむつむのやつなんかつむ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 ここだけメールつむ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 みたいな検索履歴であ、そのミッションに一番適してるキャラクターをどのツムを使ったらクリアできるかっていうのを調べて、そう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 、やばい、一応やん、攻略まで調べ出すのはもうガチなんかつむつむがそんなやり込むゲームなんだやり込みゲームかわいいパズルで楽しみましょうみたいなと思ってたけど、そんな攻略まで調べてどのキャラが強いのかイベントも走らないといけないもんね、イベントも、イベント あるあるある、全然ある、いやそんなすごい聞くとやりたくなるけど、やると下手くそだから、いや、やらないでほしいマジでツムツムやばいぐらい下手くそなの多分やり始めてめっちゃ強くなってしまったらブロックされる、本当にブロックを考えるから、あとなんか始めた頃ぐらいに、うん、いやツムツム課金したいんよねっていう話をリオにしよったら、うん、リオからツムツムに課金はバカよって言われてあのその一言で思いとどまってる確かにそれはバカだよそんなにルビーも持ってるのに絶対課金なんてしなくていい、もう頭おかしくなっちゃうそんなのしたいんだもん、しかも使うわけじゃなくてやろ、なんかいっぱい数増やしたいとか、またバスで後ろの人に見せるしかもルビーの画面さ結構ちっちゃいやんか、そういうのよく見らんとさ今日見とるかもしらんやいや見らんやん、いや私やったら見るよ、つむつむしてあの人つむつむしてるなってこう、うん、まあ興味があるやつだったら見てるそれだとルビー何個持っとるかな俺もうすっごいルビーめっちゃおんじゃんえこいつ5個しかねえやんとかいやおるかもしらんやん、わからんやん、すごいなあいちゃん、じゃあ意外とゲームは課金する派なんだ、えめっちゃする人だよ、だって前なんかのゲームで何万円ってしてたの、めっちゃしよって、ライブでライブの日に朝から集まっての時に毎回あのカードのみたいなやつね、うん、1000円ずつとかで買って結局何万みたいになったもんね、1000円使うならもうめっちゃ万円分買えよって思ったもん、すごい、そのゲームは廃止になった、何にも残らない、でもいいの、私がその時に幸せだったらそれでいいの、いやそうだよね、実際そうなんだよ、うん、めっちゃわかるわその気持ちは、そうだよ、サチもゲームめっちゃやってるもん、ね、うん、私はゲームセンターが好きだからさそうね、UFO キャッチャー、 UFO キャッチャーだってこの間ねみんなで行った時に、みんなあと100円だけがもう10回ぐらいそうそうもう結局取れんくって、うん、これお金で他のもの買えたよねみたいなことから買って自分があと100円あと100円でさやってしかもお店の人にも動かしてもらうよって、いやもういいのよ、でもだってさそれはだって楽しいもん、やってる時がね、そうそうなんや、やってる時の私の楽しければいいの、それで人生一度きり今しか楽しまないシリーズやん、時は金なりでさ時間はお金と一緒時は金なり、その楽しんだ時間を買ってるよその100円で、うん、UFO キャッチャーの景品に100円じゃなくてそのゲーム自体を楽しんでる時間にお金を払ってる、うん、負け惜しみやんライズマですけど、でもなんかさ中学とかさ小学生時に友達とさ出かけてさ、うん、ゲームセンター行って UFO キャッチャーして自分だけめっちゃ使ってさ、うん、その後友達がなんかさ、うん、これ食べようよみたいな時に自分お金なくてさ何それ UFO キャッチャーしたからお金ないからいいの食べてみたいな、その頃はさ UFO キャッチャーの時にお金使ってる自分を見られるのはすごい恥ずかしかったけどもう今は開き直ってるよね、考え入れちゃうみたいな、入れるし、それこそのゲームにさ課金しても全然何とも思わない、うんうん、なんか自分でバイトしてるしと思って自分で稼いでほしいよ、そうなんよ、あの汗水垂らしてるからいいんだよ、極論すぎやろいいの、モロマンでえゲームに課金する派誰、あゆ、はい、あゆさちキラーする、めっちゃする、リオミクはゲーム自体しないもんな、ミクしなさない、なんかそう、しない、携帯アプリに、ん携帯アプリ、うん、そういうの入れてないもんね、1個も最近 3DS 買ったんやろ、だって最近半年前ぐらいか、うん、しかも5回しか使ってない買った意味、いくらぐらいで買った、でも新しいやつだったから新品だったの、うん、なんで新品だったのそう新品をさ、買うならさ、うん、スイッチ変えたじゃん、ちょっとちょっと頑張ったら変えたけど、うん、なんか昔から 3DS 欲しかったから、うん、理由だな
面白い。窓が開きました。何もしてない。でもリオはね、課金するとしないで分かれる、めっちゃ。ゲームによって。そうそうそう。あの、なんだっけ、オンライン系の対戦、うん、するやつは絶対しない。もう無課金でこいつこんな強いんだっていうのを見せたくて、見せつけたい。けど、一人でやるやつ、リズムゲームとか、ガチャで引かないといけないやつはもうガンガンやる。もうガンガンその推しが出るまで何万だろうとつぎ込むし。怖っ。ガンガン入れちゃう。それはわかる。お金を。ガチャ課金したくなるよね。そう。私、あと運営が潤ってくださいと思う。めっちゃ潤ってご飯食べてくださいと思いながら、お金を。やば。なんだそれ。いやもう、そうなんや、ほんとに。だって運営が潤ったら出てくるキャラクターも書き下ろしで、また新しい。そう、また可愛くなって、ビジュアルが出てきて。そうそうそう、え、じゃあやっぱりつむつむも課金するべきだな。あれつむつむの LINE だし、ディズニーさんだから、絶対に困らないと思う。そうなの。うん。大丈夫。でもわかんない。じゃあ、あやが1円でもあれば。あ、じゃあちょっと、ラプンツェルもっと可愛くて。もっとラプンツェルだけ綺麗に描こうかな。レビューに書けない、レビューに。あの、いっぱいお金落とすんでラプンツェル可愛い。意味わかんない。いや、なんかラプンツェルもいろんな種類があるんよ。アイが持ってるやつ、うん、あの、髪の毛切った後のラプンツェルのつむって、アイ、そのラプンツェルはマジで興味がないんよ。髪が短いラプンツェルはマジで魅力が私的にはなくて。うん、長い長いが好きなの、ね。そうそうそう。だから長いのが欲しいの。だから。出てるけどアイが持ってない。あ、そうです。なんかガチャで引けてないみたいな。いるいるラプンツェル。つむつむボックスマジさ、1個しか出てこないやんか。うん。だけさ、結構大変よね、その押しを、押しって。なんかさ、5回ぐらいさ、うん、一気にさ、あの、引けるやつが欲しい。うん、そうそうそう。で、で、で、倍の金額払っていけんって。うん、そうそうそう。え、なんかもうさ、つむつむキャラクター増えすぎじゃない？そう、いろいろいる。なんか、え、何このキャラクター。そうそうそう。めっちゃある。あの、カーズのやつのさ、ピックアップとかで回したらさ、全然知らない車で。お前誰だろ、この車は何って。何の車みたいなやつが出て。車が角になっての想像できない。そう。結構でも、ギュギュ。車正面から見た。普通に車。マジで車。ちゃんとしてる。ちゃんとつむつむって全部丸いよね。丸い。ね、それで車なの？車、うん、すごいね、つむつむ。そうよ、なんか可愛い、愛着湧いてくる。なんかさ、こうさ、並んでるじゃん、持ってるつむがこうか、うん、あんた可愛いね、あんたちょっとそうでもなんだめっちゃこう見ながら、うんってなる。本当にわかる。だってアナ雪のさ、鹿が出るんだよ、鹿。ああ、鹿。鹿。スベン、スベン。スベン。鹿。鹿、意味いらないやん、絶対鹿なんて。そんなとこまで出るんだ。そうだね。めっちゃ脇役までいる気がする。あれなんだ、全キャラの勢いで出てる。いるいる。めちゃくちゃ、誰か知らないいっぱいいるよ。いつもあれが高得点出すツムがガジェットってやつないけど、チップとベルのキャラクターないよ。でもマジで見たことないキャラクターないよ。全然知らん。あんた、チップとデールやったみたいな。なんか、チップとデールのツムを使って、チップとデールの仲間たちとかのツムを使ってクリアしてよみたいなやつで、え、それどれってなって調べよったら、ほんとやったみたいな。あんた仲間なんだ。めっちゃある、それ。ほんとにある。あんた誰なのってやつがめちゃくちゃ多い。めっちゃいろいろ。ディズニーすごいな。すごいと思う。そんな人いるんだ。ディズニーすごいな、マジで。ディズニーはすごいよ。ディズニーすごいな。うん。ありがとう。もっと言って。なんだいちょがめっちゃ嬉しい。私が褒められてる、なんかやっぱ推しを褒められたら嬉しい。推しを褒められる。推し会社を褒められたら嬉しい。推し会社。推し会社。推し会社推し会社。やっぱオルトしか愛せ。オルトしか。オルト。オルトしか勝たん。さて、そろそろお時間となりました。メッセージいつでも待ってるので、気軽にどん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 送ってください。待ってます。それではここで一曲聴いてもらいましょう。ミルクセーキで日曜日は大嫌い。やってればよかったなんて今さ
してるだけで取り留めのないことを話してるだけで灰色の壁だって素敵なハイスクールで定期の告知をさせていただきます。27日土曜日の夜はあゆとキラとミクがトークポートをやります。さトークポート5分なんやけどさ、その、うん、最初5分とか長いと思っとったけどさ、いやあの5分短いしさ、これでさもともと2分とか1分でそれを今やれって言われてもできない気がする。2分で少々終われない。2分でさ挨拶で終わっちゃうみたいな、そう話すこと多すぎて、久しぶりやばいばいみたいな。いやミクでもみっちり話せるもんね、5分か、ミクやばい、ミクでもミクでももう終わり、やばいやばい、あのバイバイのバイ、最後のバイバイのバイバイでいいじゃん、バイバイ。面白い。そうメンバーをね5分間独占できるチャンスなので待ってます。待ってまーす。何が？今週のミルク世紀大作戦楽しんでいただけましたでしょうか。今日も聞いてくれてありがとう。毎週金曜の夜はぜひぜひ私たちミルク世紀にお付き合いいただけますように。うるるるるるる。食い気味に来た。もうそしたち長崎からミルク世紀でしたせの。おやすみミルク世紀。間違えた。一人だけ普通だった今。